こんにちは、りょうこばあばです。今回は、浴衣用のね、巾着を編んでるんですけど、孫からね、頼まれて編んでるんですけど、一応ね、底の部分を編んできたんですよね。それで、どうなるのかな。あ、この糸はピエールさんで買っていたベーシックコットンという糸なんですけど、こんな感じですね。コットンが 100% で、約 30g で 55m あります。かぎ針が2号から4号と書いてあるんですけども、今現在5号針で編んでいますね。で、今底の部分をね、ほとんど大体編んできたんですけども、底の部分はこんな感じで円編みで編んでいます。で、長編みでね、編んでるので、1段目が輪に長編みを12目ですね。で、2段目は全て長編みです。細編みで円編む時と同じように編んでるんですけども、まあ最初の目数がね、長編みですので倍の12目にしています。それから2段目は12目増やしの24目、12目ずつずっと増やしていって8段まで増やし目でこんな感じで編んで96目にしました。編み方としては1目に2目増し目ですね。これを12回、3段目は長編み1目、次長編みの増やし目を12回、こんな感じでね、大体まあ増やし目の仕方は細編みと一緒ですね。長編み 5段目ですと長編み3回をして次が増やし目ですね。この図を見られたらこの長編みで編めると思います。で、8段まで96目にしましたけど、9段目は100目にします。4目増やします。そしたらこれが8段の96目と考えたら、その4箇所4目増やすので、4箇所をね、均等に、もう目数は考えないで、数えないで4箇所で増やします。最初増やしたら途中でね、増やして100目にします。で、10段目は増減なしで100目。で、今から11段目は編むんですけど、11段目からちょっと模様をしようかなと思って、長編みの交差をずっとやっていこうかなと思います。で、8段までがきちっとした円の増やし目なんですよね。 1,2,3,4,5,6,7,8 だいたい16センチぐらいあったんですけど、だいたい16センチありますね。そこが16センチですね。これで巾着を編んでいこうかなと思います。で、今から長編みの模様編みで長編みの交差を編んでいこうかなと思います。立ち上がって3目立ち上がって交差するので、隣の目から1,2,3目目に針を入れて長編みをします。そしたら手前の目をまた長編みします。針を入れて長編み、またかけて、次は1目置きですね。2目目に長編み、戻って長編み、1,2,2目目に長編み、戻って長編み、これを一周して最後手前まで編んできます。交差の長編みをだいたい一周してきました。で、編み始めの3目の手前まで交差で編んできました。そしたら最初の編む時に3目立ち上がって
1,2,3 目目から編み始めてるので立ち上がりの横の目がこう開いてますよね。そしたらこれに長編みを編んで最後終わります。長編みを後ろからこの鎖の後ろから針を入れて鎖編みを手前の方にやって長編みをします。そしてこの3目目立ち上がりの3目目に引き抜きます。こんな感じで最後ですね、終わります。でまた今から、2段目をね編んでいこうと思います。今から2段目を編みます。鎖編み3目立ち上がりますね。そしたら次は長編みですね。長編みは最後の長編みを下目、前段で下目に長編みをします。ここで交差になります。一応交差した時に鎖編みの3目がちょっと分かりづらいとね思うので、最初の立ち上がり3目目にマーカーでね印をつけとったがいいと思います。であとはねずっといつものようにこの交差したところの 1,2,2 目目に長編みで、また手前の長編みに長編み、交差した上にねまた交差をずっと編んでいきます。こんな感じで編んでいきます。最後の、長編みの交差が終わって、立ち上がり3目目ですね。最初の鎖編み3目目に閉じます。でこんな感じでね印をつけていたらマーカーをねつけていたら分かるので、最初編まれた後にマーカーをつけていた方がいいと思います。引き抜きますね。こんな感じで今2段まで編んできたんですけども1段目の交差は最後残ってた目に後ろから長編みをしましたよね。で2段目はそのまま立ち上がってすぐ交差の長編みをして、もう最初から交差をしています。でだから奇数段ですね。奇数段は最後後ろから長編みで、偶数段はそのまま最初から交差して進んでいきますね。一周しますね。こんな感じで編み始めですね、ここが奇数段と偶数段が違うので、最後をね確認しながら編まれたらいいと思います。この編み方で、何段か何センチね高さを編んで、あとまた考えようかなと思います。交差の長編みを5段編んできました。5段編んで5センチなんですよね。1段が1センチだったですけど、6段ですね、6段で5センチ編んできました。でこのあとどうしようかなって考えてたんですけど、まあね中学生なのでモチーフつなぎをねちょっと途中で入れて、また最後にこの編み方をしようかなと思って、今モチーフをね編んできたんですよ。こんな感じで同じ糸でね色違いがあったので同じ糸で編んだんですけども、この糸だけはダイソーさんのなんだったかな、トロピカ、ダイソーのトロピカを使いました。オレンジ色ですね。これだけはトロピカを使ってます。あとはねベーシックコットンの色違いです。で6枚のモチーフをつなぐので、これを
半分に折って半分に折ってこれをまた3等分に分けてるんですけども、3等分でだいたいこの一つが9センチほどあるんですよね、幅がね。だからそれに合うようにモチーフを4段編んで、4段編んだだけではちょっと幅が狭かったので、その周りを1周細編みしました。そしたらこう合わせた時に大体ですね、大体合うように幅が合うように作れたかなと思って。感じでね、だいたい合うんですよね、幅がね。だからこれを、6枚つなぎ合わせて円にしてね、円の状態にしてこっちの本体と、合わせようかなと思います。その前に、このモチーフをね、モチーフをまあこれはグラニースクエアですね。編み方としてはいろいろねあると思うんですけど、こんな感じで、まあ図はこれなんですけども、ちょっと編んでみましょうかね。今からモチーフを編みます。まず輪の中に細編みを4目ですね。輪の中に細編みを4目1目立ち上がって、2、3、4、最初の細編みに引き抜きますね。で、2段目は1目に3目長編みをしますね。3目先立ち上がって2目長編みをして1目鎖編みですね。2、3目立ち上がって同じ根元、根元に長編みを2目、2回で鎖編みを1目で、また隣の目に長編みを3回で、鎖編みを1回、隣の目に長編みを3回で、また鎖編みを1目、最後の目に長編みを1、2、3で鎖編みを1目、そして立ち上がりの3目目に引き抜きますね。これで1段目の、長編みですね。長編みを4箇所、1、2、3、4箇所。そしたら次ですね、また3目立ち上がって、1、2、3目立ち上がって、今ここ鎖編み1目でこう閉じましたよね。この鎖編みの中に強引に長編みを2目します。ここですね、結局戻った感じですよね。ここに長編みを2目2目ここの部分です、ね、ちょうど角の左側の部分になります。
そしてまた鎖編み1目してこの鎖の中に長編みを3回2回3回でもう1回鎖編みをして同じところに長編みを3回第3回で鎖編みを1目でこれをあと箇所2箇所同じようにこれを作って2箇所作ってここは最後ですので半分はできてますのであと半分ここまで来たら鎖編み1目作って立ち上がり3目目に閉じます。最後の長編み3目ここですね3目して鎖編みを1目して3目目に閉じますね。閉じたら次また3目立ち上がって同じですね。ここの部分が角になるのでやり方は同じですね。前段と立ち上がって仕上がって戻った感じですけどここ戻ったところに長編み2回でまた鎖1目そしたらここはもう角じゃないのでここは長編みを3回鎖1目で角になるので同じですね。ここも角の部分は長編み3回を3目した後に鎖編み1目でもう1回同じところに長編みをしますね。こんな感じですね。でまた一周してここにね閉じますね。一周してきたので最後の鎖編みをして鎖編み立ち上がりの3目目に引き抜きますね。で次最後の段ですね。最後の段はまた同じように立ち上がって同じように長編みをしてもうずっと同じようにね鎖編み1目角じゃないところは長編みを3目で鎖編み長編みを3目鎖編みで今度角になる時には、前段までは1目ずつこうしてましたけど最後の段は角の部分は鎖編みを2目2目してまた同じようにいってとにかく角は鎖編みを2目ということですね。1目ですと丸く角がなるのでちょっとね角を角張った形にしたかったので1目プラスしました。で最後の段も、こう最後の段は細編みを1目に1目ずつこう編んでいくんですけども角に来るときは1目この鎖の中に細編みをして2目鎖編みをしてもう1目鎖編みを細編みを鎖編みの中にします。だから角の部分は4目になりますね。1、2、3、4目こんな感じでちょっとやってきます。一周してきたので鎖編み2目ここですね。最後2目して閉じますね。2目して3目目に閉じます。
ったら、最初はねこの状態だったんですけど幅が足らなかったので、私の場合はねもう一回一周したんですけども、まあバッグのこの幅の長さによってモチーフの幅もね決めるので、まあ手が緩かったり硬かったりね、手がきつかったりするんですけども、とにかく、本体のバッグをある程度の底から底の部分からある程度の高さを編んで測られて、モチーフとかねつけられるモチーフもこう組み合わせたいと思うときはある程度の高さを編んで、測られて、モチーフもねある程度の高さまで段数まで編んで合わせてみて、この状態でこのままの状態でよかったらそのままいい、あと一周とかしなくていいんですけど、私の場合はちょっと幅が足らなかったのでもう一周細編みで編んでいます。まあ説明がくどいんですけど、でまた立ち上がって根元の立ち上がり3目目の根元に細編みをして、あと2目の長編みに細編みをして、鎖編みのところは下にくぐらせて1目で、また長編みを3目細編みをしてくぐらせて1目で、また長、とにかく1目に1目ずつですね、長編みの頭にも1目ずつでくぐらせて1目細編みを、長編みを3目あるので細編みを3目した後に、ここの2目の鎖編みの中に最初細編みを1目編んで、鎖編みを2目で、また同じところに細編みを1目編んで、この角を4目作ります。そしてまたね長編みのところに1目ずつ編んで、鎖のところにも1目編む。こんな感じでこの細編みをね、角がね4目増えました。あとはね1目ずつ、角だけ4目増えて、あとはもう増減なしで1目ずつ細編みをして一周しました。まあ全部しないんですけど、こんな感じでね、グラニースクエアのモチーフを作りました。今、6枚をねつないで輪の状態にしたいので、つないだ6枚を輪の状態にするんですけども、つなぎ方はいろいろあると思うんですけど、今回ちょっと、針でねつなぎたいと思います。角の4目の左2目のところ、鎖編みしたところですね、2目それの左側のところに針を入れて、向こうも鎖編みしたところの左の方ですね、こっちが手前の方かなに針を入れて、またセミが鳴き出しましたね。まだ6時前なんですけど、朝の早くしようと思ってね今してるんですけど、セミの声が聞こえますよね。で今通して、こう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 閉じていこうかなと思います。向こうに行った針を、糸を出したので隣の目にまた針を入れて、隣の目にまた持ってきて、手前に持ってきて、
また隣の目を向こうにやって一目ずつ今回はこんな感じでつないでいきます。モチーフの長編みのところまで今閉じてきました。でももうこの角ら辺は分かりづらいんですけども、まあゆっくりね見て次は向こう側にこう長編みの向こう側に針をやったので隣の目もう分からなかったらね、まあ大体の目分で今4目の最初の細編みに針を手前入れたので次鎖編みの鎖編みの1目のところに針を入れて向こうも手前の鎖編みの中に針を入れます。ここまでで終わりですね。あとはもうここら辺をほどけないようにね針を入れて角はねもう私もどの目どの目ってこう確実に見えづらかったりするのでこう何回かこの端っこで補強しながら糸を渡してあとはもう糸始末をします。まだ糸始末してないんですけども、あとはこの本体の方とまたくっつけようかなと思います。つなぎ合わせたモチーフをちょっとこの本体の方にね合わせてこうリングで留めてるんですけども最初ね、リングで留めたところに入れ込んで、今、待ち針でね、こんな感じで、留めたところをこんな感じで、待ち針で合わせて、今ね、一箇所だけちょっと縫い付けてきたんですけども、どんな方法がね、いいかちょっと私もわからないので、今、針で、ここをね、閉じたように、ここを閉じたように今閉じています。その時に、目数が違うんですよね。向こうとこっちの目数が。だから、このベージュ糸で閉じてるので、ベージュの目に合わせて、向こうの目を閉じようかなと思ってるんですよ。で、そして、平目は、内側、こう合わせた内側と内側の一本だけ外側は閉じません。針は入れません。内側同士をすくって閉じています。で今からまたこう合わせてこっちのベージュの目数に合わせて閉じていくので今向こう側の内側に目があるのでここちょうど合わさったとこだからこの辺をすくってベージュの目に一本に針を出します。でまた隣のベージュの目一本だけをすくって向こうの一本を1本のところに針を入れて
から向こうの目が多いので一目飛ばしっていうこともあるんですよね。こう合わせた時にベージュの目に合わせるので、ほんとセミの声がもう響いて、朝早く鳴くもんだから、本当はねセミの鳴く時間はしないんですけど、これはね孫に早く編んで渡さないといけないんですよね。今日中に仕上げないといけないもんだから、なんかね明日が花火大会で使うらしいので急遽頼まれたからね、もう少し時間があればよかったんですけど、セミの鳴く時期にもちょっと しないといけなくなってすいません。こんな感じで手前の交差した目の一目ずつを一目ずつに針を入れながら、向こうはだから一目飛ばしということもあるんですよね。ちょうど真ん中に来ましたね。こんな感じで、今合わせてきたんですけど、広げたらまあいい感じですよね。この方法がやっぱり良かったですね。かぎ針でしようとも思ったんですけど、かぎ針で合わせて細編みしていったらここがポコってなりますよね。だからこう今回はここを閉じたように合わせも同じようにしてみました。そして目はベージュの目に合わせて針を刺しています。こんな感じで一周して合わせてみようかなと思います。一周してモチーフとこのベージュの本体と合わせてきました。こんな感じ、まあいい感じですよね。いい感じにね、ちょっと後でねアイロンでちょっと押さえてもいいんですけど、一応この状態になったので、またここから目を開って同じようなね編み方をしようかなと思います。